名前はティマ。もう知ってるよな。ありがとう。ティマンと話してたの？何か悩み事があるようなんだけど、私には話してくれないのよね。昨日の嵐でここに流れ着いたのかも。でも美味しいものを食べればきっと心を開いてくれる。陸亀の肉、島の果物、今朝手に入れた秘伝の香辛料、食材はこれでバッチリね。はい、香辛料。この調理鍋を使って秘伝の亀肉を3人分作ってみて。すごい、とても料理が上手なのね。グーグーとティマンのところへ持っていこう。きっと喜んでくれるはず。すごくいい匂い。ああ、これがダリアさんの言ってた美味しい料理か。まだ食べてないのに、僕もうとろけそうだよ。娘はこれをティマにくれるのか。感謝する。ティマンは感謝していると娘に。みんな嬉しそうでよかったね。え、あと一人分しか残ってないんでしょ。私いらない。今日はいっぱい頑張ってもらったんだもん。この料理はあなたが食べるべきよ。私なら大丈夫。頑張ってもらってる間に私はお腹いっぱい食べたもの。もう遠慮しないで。このティマンってやつ、どう見ても怪しいけど、食事中の様子を見ると悪者ではなさそうだな。だいぶ暗くなってきたね。そろそろ寝る時間だ。ティマンの面倒も見てあげるか、一応。疲れすぎてうたた寝してたのね。二人が寝ている間にティマンとお話ししようと思ったんだけど、やっぱり何も話してくれなくて、ずっと南東の吊り橋を見てたの。何かを警戒しているかのようにね。もしかして彼に何か失礼なことしちゃったのかな。私たち、娘はティマンに良くしてくれた。ティマンは、いや、ダメだ。あのお方は、ダメだ。ティマン、考えるな。ティマン、考えるな。一人でそんなこと言ってたの？あのお方って誰だろう？変なの。私たちと話したくないなら、明日になったら出ていくかもね。おかしな人。まあ、ティマンのことは気にせずに。ねえ、砂浜へ行きましょう。砂浜でお話がしたいな。久しぶりだし。場所は、お昼にあったあの砂浜にしましょう。
さね、お隣の島へ行ったんだけど、いろんなことを聞いたの。カラング島の名前の由来、知ってる？風まといの峡湾の北東にね、すごーく大きい雪山があるんだって。でも私、雪を見たことがないのよね。恥ずかしい。いつかこの目で星山を見てみたいな。みんなと一緒に島で暮らすのは楽しいけど、外の世界を冒険するのもすごくいいかも。風まといの峡湾へ行ってる人たちってみんな勇気があるのね。厳重、いつか私とグーグーを外の世界へ連れてってね。本当？約束よ、私ずっと覚えてるから。あ、もうお休みの時間ね。先に行ってて、私もすぐ行くから。もうちょっとここにいたいの。教えろ。なんで僕をこんなところに連れてきたのさ。ちゃんと説明しなきゃ質問に答えないからね。間に合わない、もう手遅れだ。ティマ、あのお方が来た。娘を連れて早く逃げろ。落ちぶれることがあろうか。お前はあの娘の運命を知らない、愚か者め。彼女は宝石の原石、職人の手によって輝き出すのだ。
お前は彼女にとって何の価値もない。うん、残念だったな。ゆっくり見届けるとしよう。やるな。だが、ここまでだ。知らずな。アステリア、これがお前が娘を守るための最後の手段か。封印の血が再び流れるとき、この世界の土台は崩れ去る。その時、この娘の運命を見届けるがよい。それにしても、娘を妹扱いするとはな。笑わせてくれる。だからグーグーだよ。ここグーグー。